現在の情報商材界隈にはびこる無自覚の詐欺行為と思います。切ない話ですね。ところでなぜ金が儲けられるテクニックを有料にせよ公開するんですか？本当に儲けられるなら自分で独占するはずです。金が儲けられるテクニックを公開する理由はいくつもあります。講師が役に立ったということは一度もありませんでした。こういうこともあるので講師が現役プレイヤーであることがメリットであるとは断言できません。年末年始いかがお過ごしでしょうか？人によっては2024年から思い切って副業を始めようと思っている方もおられると思います。私も2024年から副業を始めようと思っているんですよ。今回は2024年から副業やスキルアップを目指す人が目にするであろう情報商材について語ります。ちいかわおじさんは情報商材買ったことがあるんですか？おそらく合計で150万円分くらい買っています。150万円？バカなんじゃないの？150万円って軽自動車買えちゃう金額じゃないですか。私が購入したのは100万円程度のものが一つ、あとは数百円から数万円のものをちょこちょこ購入していますね。いやー高かったですね。効果はあったんですか？水色のポン出して。効果はあったんですか？言わない限りタイムリープするやつ。正直言うと結果的に効果はありました。100万円のやつの感想は、配信者は界隈では有名ぶってるけど穴だらけの手法だったり、カビの生えた古臭い手法だなといった印象で、周りの人間は発信者の信者となった人かフェードアウトした人しかいませんでした。この経験をバネに頑張ることができるようになったため、100万円の価値はあったと思います。なんだそりゃ。2つ、3つすごく参考になったトピックはありましたが、果たして100万円の価値があったかどうかは疑問です。それは残念でしたね。そもそも情報商材ってどんなものと思いますか？金儲けに目がくらんだバカが購入するやつ。そういうことではなくて、国民生活センターやウィキペディアにおいてはこう定義されています。情報商材とは、インターネットの通信販売等で副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報のことです。こんな感じのやつです。まず FX、仮想通貨のような不労所得系の情報商材は 100% 詐欺と断言してもいいと思います。言い切りますね。 100% 儲かって長期的に再現性のある投資の手法があったら、国や機関投資家が行っていますからね。今回メインでお話したいのが副業系の情報商材についてです。情報商材といっても最近では様々なスタイルがあります。まずはマニュアル型です。読んで字のごとくマニュアルを販売するタイプです。情報商材としては一番想像しやすいものになります。情報を商材としていますね。次にサロン型です。これは無料のものや数百円のサブスクタイプが多いです。どういうものなんですか？サロン型は基本的に参加者同士の情報交換を目的としたものです。この参加者の中に主催者も含まれます。最近主流で人気のある情報商材です。参加者のコミュニケーションや情報交換がメインなので、情報商材と言い難い部分もありますね。そしてコンサル型です。それは何でしょうか？サロン型に近いのですが、講師の役割が強いものがコンサル型です。厳密に言うとサロンやコンサルは情報商材と言い難い部分もありますが、社会的な存在としては情報商材と言っても過言ではないので、本動画では情報商材に含むとします。なるほど。副業の情報商材についてもっと聞かせてください。昨今の副業情報商材のトレンドはコンテンツ制作せどり転売です。一人で完結できそうですから良さそうですよね。コンテンツ制作弾んだもん、動画制作や AI 美女コンテンツが多い感じです。ああ、時代ですね。私はコンテンツ制作系の情報商材は購入したことがないので何とも言えないです。しかし、私は20年以上前になる小学校の頃からホームページやらブログを運営して、一番調子良かった時は1日10万円程度広告収入があったんですよ。すげえ、夢がある。お金儲けができるって夢があるけど、それを継続するってお金儲け以上の価値を見出せるか、自分のコンテンツを世に放流したいだけのバカじゃないと厳しいと思います。お金儲けができるなら私は動画をバンバンアップしまくりますよ。それは高所得者ならば全員幸せかという問題にぶつかります。お金儲けができるかもしれないけど、興味が湧かないコンテンツをガンガン作り続けるのはしんどいと思いますよ。コンテンツ制作でうまくいっている人って、お金が大好きか、そのコンテンツが大好きな人間じゃないと無理かなと思います。そういうもんですかね。
あるゆっくり解説系 YouTuber が別名でゆっくり解説で儲けるという情報商材を販売していたのを目にしました。そしてその方が10年程度前にひっそりと運営していたであろう無料ブログをたまたま発見しました。その方はブログ時代からそのジャンルの解説をしていたようなのですが日の目を浴びることはありませんでした。そしてゆっくり解説に転向した結果当たったという感じです。その方が販売しているゆっくり動画の情報商材に1日2時間の作業で本業以上に儲けるのような謳い文句がありました。そのジャンルの解説の第一人者になるまで情報のリサーチは10年以上もしていると思うんですよ。その情熱、ライフワークとも言える作業量を隠して1日2時間の作業で本業以上に儲けると吹聴するのは現在の情報商材界隈にはびこる無自覚の詐欺行為と思います。切ない話ですね。最近の情報商材屋さんってこういう作業時間に関して嘘つく方多いんですよね。ん？ということはちいかわおじさんは、せどり転売の情報商材に150万円突っ込んだってことですか？うわ、パブリックエネミーだ。今はトニアと海外メーカー様と取引しているので許してください。ところでなぜ金が儲けられるテクニックを有料にせよ公開するんですか？本当に儲けられるなら自分で独占するはずです。金が儲けられるテクニックを公開する理由はいくつもあります。まず手法の前提として継続することが必須だからです。継続するということはとても難しいんですよ。私も三日坊主になっちゃうかも。昔の情報商材はたった1クリックで毎日1万円みたいなぶっ飛んだ情報商材もあったんですけど、今の情報商材は楽して稼ぎたい方はお断り、多席志向の方お断りみたいな制約があるところが多いですね。紳士的ではあるのですが夢はなくなっちゃいましたね。外注化も当たり前なので外注先様とのやり取りマネジメント能力も必要となっています。そういうスキルも必要なんですね。情報商材を公開する理由の2つ目は利率が高いが天井が低い手法だからです。どういうことですか？携帯小切手という携帯電話を安く購入して売り払うというものがあるのですが、とある機種が1人5台までしか規約上手に入らない場合5台手に入れてしまった方がその手法を情報商材化して販売するというものですね。なるほど、確かに情報商材として販売しても痛くありませんね。情報商材を販売する最後の理由はその情報が情報商材化の旬を迎えたものですね。情報商材化の旬とはそれがお金儲けになると広く認知されたタイミングです。もうちょっとわかりやすくお願いします。2017年ビットコインの価格が高騰して話題になった翌年、仮想通貨関連の情報商材トラブルは増えました。投資関連だと S&P500 が投資においてリターンがいいと認知され出して米国株の書籍やコンテンツが増えました。S&P500 が急落してたまたまそのタイミングの直前で本を出版した厚切りジェイソンがなぜかめっちゃ叩かれていましたよね。つまり情報商材化の旬はそのビジネスに先行投資していた人たちが利確のタイミングを迎えた時期で訪れます。掘り終えた金脈の前でツルハシを売るようなもんですね。このタイミングで売り出すと初期に購入した人は少し儲かるんですよ。実際に儲かった人がいると悪評がつきにくいので有用な情報発信者として界隈での知名度上昇にもつながります。したる理由はこんな感じです。情報商材を売る理由がお分かりいただけましたか？わかりました。この3つの理由のどれとも当てはまらない情報商材は多くの場合、情報としては微妙な場合が多いです。あとはこれは私の完全な推測なんですが、情報商材で取り扱われるビジネスって正直日本の世間体からするとそんなに良くないんですよね。楽しくめっちゃ稼いで羨まけしからんですからね。 Twitter で生きてる人もそこら辺は認知している方が多いと思います。なのでこういう情報商材を売って感謝されたり同僚のつながりが欲しいんじゃないかなと推測します。とはいえ昔ながらの詐欺的な情報商材や低品質な情報商材も散見されますので注意してください。紹介されている手法が違法なブラックなものや規約違反のようなグレー行為を推奨する低品質の情報商材もあります。知らず知らずのうちに犯罪していたら嫌ですね。最近だとチャット GPT で生成された文章を貼り付けただけのような低品質の情報もありますね。情報商材買うだけでも考えることが多いですね。購入者は購入してからがスタートなのに対してマニュアル型の情報商材は購入されるのがゴールなので、この部分のギャップが低品質な情報商材を販売するモチベーションになってしまう構造上の問題となっています。なので最近主流の定額のサロン型のものはサブスク形式なので大外れを引いても数百円の損失なので、情報商材初心者にはおすすめです。といってもサロン内でわけのわからん高額商材なんか買っちゃダメですよ。なので私は情報商材を購入する際は少なくとも月に1万円稼げるようになってから買った方がいいかなと思います。稼げるようになってから買う必要ってあるんですか？
希望拡大したいとなった時に良いコンテンツを購入できればプラスになります。正直ネットで転がっている無料の情報を活用して月1万円程度も稼げないんじゃセンスがないか手法が合ってないんでやめた方がいいです。厳しいこと言いますね。無料の情報を摂取しまくるとその著者の界隈での立ち位置や情報のスタイル、ライティングの癖がわかるようになります。月1万円程度稼げるようになるまではじっくりと自分が参入しようとしている界隈の人間をウォッチするのがおすすめですね。情報は高品質だけど、人格に問題がある方の情報商材を購入して講師と生徒という明確な上下関係を作ると、結構苦労すると思いますよ。確かにそうですよね。ここからは情報商材の価格帯の印象を独断と偏見で語っていきます。まずは数百円程度のもの。界隈の中の特定のトピックについて備考録としてまとめられたものをせっかくだから有料でノートで公開されているパターンが多いかなといった印象です。個人的にこのパターンは9割が当たり情報といった印象です。逆にこの価格帯のもので0から始める背取り講座みたいな網羅的コンテンツは全部外れといった印象があります。クロート的なコンテンツが多い価格帯ってことですね。スパチャ感覚で購入するといいと思います。次はアンダー1万円クラス。この価格帯は微妙なものが多い印象です。そうなんですか。まずワントピック系にしては高すぎます。またこの価格帯の0から始める背取り講座みたいな網羅系のコンテンツも微妙かなと思います。せいぜい無料の情報を天才元がわからないようにリライトしてまとめたようなコンテンツだと思います。目から鱗な情報は得にくい価格帯です。微妙な価格帯なんですね。続いては数万円クラス。この価格帯はまさに玉石混交です。月1万円程度稼げるようになったら参考になった無料で情報提供していた人の情報商材をファンアイテム感覚で購入を検討してみるのはありです。情報発信されている方のマニュアル型の情報商材ならばこの価格帯に集大成的なコンテンツを用意する方が多いですね。へえ、じゃあこの価格帯のやつ買ってみようかな。もちろん低品質な情報商材もありますのでご注意を。最後に数十万超え。この価格帯になると完全に情報発信者と上下関係を結ぶ覚悟が必要です。マニュアル型であってもコンサルサービスがついてくることも一般的です。情報発信者と直接毎日やり取りすることもある価格帯ですので人格が気に食わないみたいな人の情報商材を購入すると後悔します。額面がでかいだけあって購入者の期待がかなり大きくなっていると思います。それに対してコンサル側の対応しきれないケースがあるとがっかりしてしまうのは人の差がだと思います。なので商品のクオリティが高い割には満足度は低い価格帯かなと思います。なんか全部の価格帯で文句言ってませんか。最後のおじさんの100万円情報商材について聞きたいです。特定されない範囲で語りましょう。私が加入したのはマニュアルが用意されているコンサル型でした。最近では流行りの情報商材スタイルです。加入してビビったのは全く知らない人が私の講師としてあてがわれました。講師が一人かと思ったら複数人いたんですね。私の担当講師の方はプレイヤーにしては情報感度が低いなぁといった印象でした。また受講生と講師のクローズドなチャットが用意されていたのですが受講者がこのチャットで情報発信するわけでもないし複数人いる講師も全員が一応プレイヤーなので情報発信はしていませんでしたね。プレイヤーなら自分の利益を確保するために情報発信はしませんよね。大枠の知識や手法は教えてくれるのですが細かいところは自分で考える必要がありました。ただ税関係は税務署に聞けばいいしプラットフォームについての質問はプラットフォームに直接問い合わせすればいいので講師が役に立ったということは一度もありませんでした。こういうこともあるので講師が現役プレイヤーであることがメリットであるとは断言できません。花形講師の方は雰囲気的に現役プレイヤーではないという感じでした。直近書かれたマニュアルは明らかな間違いや規約的に微妙になった手法が含まれていきました。それらのことに他の講師の方が指摘しないのは気づけないほどボンクラなのか気づいているけど知らんぷりしているのかよくわからなくなっていきました。毒漏れていますよ。コンサル期間は1年くらいありました。同期は20人くらいいたのですがちゃんと在籍し続けてレポート提出したのは私含めて5人くらいかなといった印象です。残念ですね。それでも SNS 上では評判のいい情報商材なんですよね。このおかげで私は情報商材への幻想が消えました。今では立派にトネアや海外メーカーと取引できているのでよかったなぁと思います。あ、これは情報商材で得た知識ではありませんよ。
なかなか参考になりました。コメントで気になることがあれば回答してくれると思うので、ぜひコメントしてくださいね。訴訟リスクがあるので私が購入した情報商材については明言しません。映画の酷評しても制作会社から訴えられることはないのに、情報商材は酷評するとすぐスラック訴訟を決めてきますよね。とりあえずこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録していただけると幸いです。していただけると大金を払った意味が見出せますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。